はい、谷口壮志です。今日はですね、心電図コミュニティにいただいた相談に対するお答えをしていきたいと思います。新型コロナがですね、まあ、第3波とか第4波とか言われてですね、また、大阪がですね、緊急事態宣言ということで、まあ、ロックダウンされた状態になりました。まあね、コロナはですね、いつかはですね、収束はしますので、まあ、今はまあ、もうちょっとですね、我慢して、しとけばですね、またこう、いつもの生活が戻ってくるんじゃないかなというふうに思いますので、もう少し我慢をしましょう。はい。それではですね、まあ質問に対するお答えしていきたいんですけども、どういう相談が来たかなんですけども、カリンさんからですね、夜分遅くにすみませんということで、初めて質問させていただきます。左心房が拡大することで、心房細動が起こると参考書で見たのですが、基準がわからないので教えていただきたいですということで、そうですね、心房の拡大と、心房細動についてですね、お話しさせていただこうと思います。で、これに対してですね、Qちゃんさんがですね、もう正解と言われるような回答をされています。まあ、Qちゃんさんがなんで答えたかというとですね、カレーや喫煙、お酒など生活習慣も関係していますが、それが原因で、心筋が傷ついて繊維化や拡大を起こして異常な、電気興奮を起こすということも、ということを書かれてますね。で、それがですね、もう絵まで示してくださってですね、もうこの辺で多くなるよと、ということをこう出されてますって、それからですね、アブレーションにも触れていただいて、アブレーションではまあこういうところをですね、攻撃隔離をしています。隔離をするということはですね、アイソレーションというんですけども、そこにですね、こう熱を加えて、まあ、探して焼灼していくということで、熱を加えてそこをですね、この、刺激がたくさん出るようなところをですね、まあ、もう閉じ込めてしまうということなんですけども、まあ、これはまた後で説明させていただきます。はい。ということで、これですね。右心房が拡大することで、間違えました。左心房が拡大することで、心房細動が起こると参考書で見たとあるんですけども、はい。これに対するお答えしていきたいと思います。でですね、これですね、まあ、本当、Qちゃんさんが書かれている通りでですね、まあ、いろんなこう原因があったとしてもですね、なぜそれが起こるかという基準なんですよね。何がそれが起こるか。で、これですね、心筋がくっついて繊維化拡大を起こして異常な電気興奮を起こすと、Qちゃんさんが書かれてますので、まさにこの通りなんですよ。じゃあ、なぜそれが起こるかです。なぜそれが起こるのか。はい。ここに書かれてる、カリンさんが書かれてた、左心房が拡大することで心房細動が起こるということですね。はい。左心房が拡大することで心房細動が起こりやすくなります。それはなぜかというと、左心房がぐっと拡大するとですね、そこの心筋、まあ左心房がですね、ぐっと伸ばされるわけですよ。拡大することによって、まあ、例えばいろんな原因があると思います。それが拡大するような原因、心不全もそうですね。心不全も一つはそうですし、僧帽弁の閉鎖不全もそうですね。逆流が起こるというのも一つの原因となります。いろんな原因があるんですけども、それがですね、心房がぐーっと伸ばされると、そこでですね、炎症が起きます。ね、皮膚をぐっと伸ばされてると同じだから、ぐっと伸ばされて、そうするとそこにですね、炎症が起きてしまうわけですね。で、その炎症部分にですね、異常な刺激を発生させるという部分、異常な、炎症が起こることで異常な刺激が発生されるということなんですね。はい。なので、この、Qちゃんさんが書かれている拡大をして異常な電気興奮を起こすということは、そこのですね、心筋が傷ついてって書かれる、まあ、傷ついたことで炎症を起こすわけですね。皮膚をぐーっと伸ばされたら、やっぱり赤くなりますよね。それがですね、心臓の場合は、ここにですね、電気信号が起きてしまうということなんです。それが原因で心房細動になるということなんですね。で、もう一つ、逆の視点で考えましょう。逆の視点で、心房細動になるとですね、心房の収縮がなくなるわけですよ。そうするとですね、皆様の質問とか疑問とかっていうのはですね、もうみんなの質問疑問と同じなんですよ。谷口壮志が動画を持って全員に配信します。そうすることによって人の相談も皆様も聞ける。皆さんの相談が人の役に立つ。いろんな方がですね、相談をしてくださいます。それから他のメンバーの方もですね、こうやって答えてくださるんですよ。資料までつけて答えてくださったりもします。この動画がもうですね、100本以上たまりました。こうやって一人一人に返信させて、その動画はもう今ここに入った瞬間に100本の動画全て見ることができます。で、今ですね、これ医療系で今最大になりました。ダントツで1位です。これはですね、本当に臨床に役立つことだけを思ってですね、やってます。経験に変わるようなコミュニティを作っていきたいです。いろんな人の経験が入ってきますよ。それがあなたの知識になって、そして経験値も上がっていくと、そのようなコミュニティとなっております。